はい、こちらも高井容疑場さんの昭和2歳オスメス、メサイズが33センチです。お願いします。はい、こちらは非常に垢抜けたイメージのある、はっきりとした昭和ですね。白地がいいので、ポッポッポッと紅が浮き上がりますし、伊達のいい、紅の模様のいい昭和です。後半も墨で最後締めておりますし、口先から体の方に出ております。墨の配置も非常に良く、まだまだ墨自体は7割ぐらいなんですけども、要所要所に本当にいいところにありまして、若干まだこれ早いかなと思うようなイメージなんですけど、非常に楽しみな、1ヶ月ぐらいでゴロッと変わりそうなイメージのある一匹です。はい、紅の模様が非常にいいですね。サイドです。裏側もサイド。縦に墨がキュッキュッキュッと出てきておりますね。もうこれ近々決まると思いますよ。お腹の方にも腹びれ、尻びれに全て墨持ってますから、これもグッと締まってくるともっといいと思います。顔面もいいですね。そしてお腹の方。はい、一応まあ絞ったんですけど、ザラもなかったです。こんな感じですね。丸点模様もいいです。ここお腹の下1枚鱗、あれ反対側ですか、ここ1枚飛んでますけど、まあだいぶ下なのでひっくり返さんと分からんですけど、すくう時に飛んだと思います。まあ8層ぐらいでは分からなくなると思いますね。なのでこの墨がグッグッグッと全部浮いてこれば、結構面白い昭和になってくれるんじゃないかなと思っております。はい、非常に紐様がなかなかいないと思います、特殊 で、本当に墨次第でゴロッと雰囲気も終わってきて、ね、面白い昭和になるんじゃないでしょうか。だからまあ本当は1月ぐらいになると一番綺麗になってくるような恋だなと思うんですけどね。はい、こう墨が出ちゃったらまた今度はね、目に止まりすぎて、金額も上がってしまうかもしれないの で、ね、まあ、この時期に買っていただいて、チャンスはチャンスですよね。まあ早めに墨が出ればね、12月の品評会、11月の後半品評会とかにも使っていただけると思いますし ね、後半この背びれの後ろあたりもほら出そうですからね、結構楽しみなんですけどね。はい、いかがでしょうか。こちら酒井容疑場さんの昭和2歳5つ目、爪サイズが33センチになります。ぜひよろしくお願いします。